こんにちは、ドクターネックスです。今日は限定クエストいきましょう。てか昨日僕プレソルをサボりすぎてしまって1日100体すら倒してなかったっていう、あんまりみんなそういうことないと思うんですけど、これね、おそらくなんだけれども、データを見る限り11時59分で始めて、仮に0時を超えたとしても、おそらくね1日100体っていけたんだと思うんだよね。あえてね、早くクリアするためになんか最初の方のクエストをやったら普通に数が足んなかったっていうので、クリアできなかったんですけど、いや実験したいけどちょっともったいなくてできないですね。はい、じゃあ続きいきましょう。当選の正義のレシピ。精霊艇通信で人気を博したコーナー、当選要の正義のレシピが、ウェコムンドで再開される。彼の作る料理の秘密が明らかに。なんか全然違うことをしてたらブレソルがおろそかになってしまった。今週僕ねバトルやってないんですよ。もう火曜の時点でやってなかったことに気づいて、もう今週はいいやと思って、今週は札貯めとこうと思ったら、その札を貯めることすらできなくてへこみました。正義のレシピ、それはかの有名な精霊艇通信において女性神々に人気を博した当選要の連載コーナーである。実際の出来上がりの品も披露しよう。これまず続ける。ブレソルで初めてアイゼンがアランからの格好してますよね。そこは気になった。いやーマジ、破面アイゼンが出た時に出るまでやるガチャとか動画したらマジで大変なことになりそうな。怖い、本当に怖い。めちゃめちゃリセマラしたのに。僕その初日から動画上げられなかったのは、初日リセマラでアイゼンが出なかったせいですからね。本来はこの後38時間ほど長えな。300種類も入れた具材、そういう流れなの。悪いな、まだ締め切り
そうか、今回は普通のドロップ形式か。ついに絵が来たってことはそろそろなんじゃないですか。いやー恐ろしい、一点狙いのガチャとか本当に恐ろしい。きっと俺はやってしまうんだろうけど、だって俺ウリュウの時に100連回して出なかったからね。女性シーンに特に人気だったレシピ、正規の炒め物だ。実際に作っていくとしよう。当選だとさ、目分量ってできないよね。なんて言うんだろう。重さで感じろって。全然まだそんなアランカルアイゼンが来るなんて話は何にもないのに、なんか勝手に落ち込んでるんだけど、いやーマジきちいわと思って、早く出てほしいんだけど出た時がきつい。正月ガチャみたいになんか2万になったりしないかな。フランベをして完成。ごめん、フランベが分かんない。まあやっぱ純粋だろうな。さあどんどん行きましょう。これは当選は本当これだけなのかな。当選の正規のレシピは、いやー札が取れなかったのマジショックだわ。残念だわ。最近はもうバトルに霊力は使わないようにしててね、もう負けたらもう諦める、その週諦める。最後はそう、何を蒸すんだ。ラスノーチュスで不要になった壁の再利用をベースに、どういうこと？
っさと始めようぜ。急にタヌキのレベルが上がる。しかも全属性か、全属性だ。全でもない。あとそう、久々に必殺技集を作ろうかと思いまして、 Twitter の方で僕の持ってないキャラを募集しております。ソシャゲとか、まあゲーム一般そうだと思うんだけど、なんかあんま乗らない時ってあるよね。でそれも言うて新章も全然来ないし、新しいキャラも来ないし、ちょっとだらけますよね。そしてあのアクセサリーでもうやる気なくすみたいな。ここ好きだな、このへこみ。レコムンド特製正義の蒸し焼きの完成だ。で何を焼いたの？はい、これでおしまいです。ゲートクエストを当選要の正義のレシピやってみました。今回は、ボスドロップということなんで、まあ紹介して、はい、ゲットしたいなと思います。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。